皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダイム12月号です。特別付録は USB カップウォーマー。それでは開封していきましょう。はい、開封いたしました。こちらが USB カップウォーマーです。発表されてからかなり楽しみにしていた方も多いんじゃないでしょうか。それではとりあえずまずは写していきたいと思います。ご覧ください。まず表面なんですけれども、こちら、強化ガラスが使われておりまして、はい、この面はガラスになっております。そしてホットドントタッチということで、やけどに注意ですね。箱にも書いてありましたけども、この表面が熱くなりますので、まあ、この部分熱くなりますので、そのあたり注意と書いてあります。ここダイムのロゴも入っておりまして、でここがボタンになっていて、こうポチッと、はい、押すことができるスイッチになってますね。で実際はこの部分が押せるんじゃなくて、この下の部分が、裏返しますけど、はい、この部分がスイッチになってまして、まあ、ここを押すと下の部分がポチポチ動くような仕様になっております。そして裏面見ていきますと、この白い部分の素材は ABS と記載されています。でここがさっき言ったスイッチですね。でここに電圧電力が記載されております。ここに USB ケーブルがつながってまして、取り外しはできません。もうすでにここつながっている状態です。そしてこの USB コードの長さは80センチ、約80センチあります。そして USB は、タイプ A ですね。こちらの端子となっております。そして本体の重さなんですけど、約 168g となっております。そしてこの幅サイズですね、概要欄にも入れておきますけど、この横幅が12センチありまして、この縦のこの幅が16.2 センチですね。で厚みが 2.3 センチとなっております。そしてこちらに記載がありますけど、ご使用可能な容器として耐熱ティーポット、ステンレスカップ、缶、紙コップ、哺乳瓶、陶器コップ、耐熱ガラスコップとなっております。そしてご使用不可、効果なしの容器としては絶熱式カップ、プラスチックカップ、真空カップ、中空カップ、非耐熱通常のガラスコップとなっております。はい、それでは使っていきたいと思います。こちら今ケーブルコンセント挿しましたので、電気通ってきている状態です。まあ、この状態ですとまだこちらスイッチ入ってませんので、熱くなりません。スイッチはこの裏に先ほど見ましたけどボタンがあります。でこちらの丸いボタン、これスイッチとか言ってましたけど、これはですね間違っておりました。はい、ここはスイッチではなくて、こちらコップですね。今お湯入れてますけど、これをこのように置きますと、その重みで、ここがボタンが押されまして、スイッチがオンされるということです。で保温中はこの丸い部分の LED ライトが点灯するということになっております。現在コップを置いておりますが、ライトが点灯はしてませんね。はい、しばらく待ってみたいと思います。はい、今1分くらい待ってたんですけれども、この部分、丸い部分の中で、この中央のここが特に熱くなってきております。はい、さっきコップ置いてたんですけど、コップの熱さとわからなくなるので、ちょっと今手で押さえてますけど、1分くらい経ったらこの辺がだいぶ熱くなってきております。はい、まあ、この円の中が熱い感じですね。この辺りは、はい、全く大丈夫です。はい、そして今2分くらい経ったんですけども、やけどに注意というくらい、やっぱりかなり熱くなってきましたね。で飲み物の保温可能温度が約40度から45度ということになっております。はい、まあ、ですのでこの状態で熱湯をそのまま入れた状態なんですけど、保温してくれるということですね。で保温中はここの LED ライトがつくということなんですけど、なぜか点灯しておりません。これは不良品なんですかね、ちょっと分かりませんね。そのあたりスイッチは入ってるんですけど、ちょっとこちら点灯しておりません。はい、その他こういった紙コップも使えますので、コーヒーとかですね、まあ、こちら紙コップの自動販売機で買った紙コップのコーヒーとか、はい、このように置いておくといいと思います。ただですね、この
カップの容量によってはこの重さが足りなくてこれポチッと押されない場合がありますので、はい、ちなみにこちらのちょっと小さめの紙コップですと今置いてみますが、はい、置いただけではこれポチッと来ませんので、もうちょっと重さのあるものじゃないと電源は自然にこう自動で入らないということなので、ここに何か重しみたいなものを置いておく必要がありますね。なのでコツとしましては、こういった重いカップでもゆっくりこうそーっと置いただけではポチッと来ませんので、ちょっとこう置くときに押してあげて離すと、その重みでこう押した状態が保たれるという感じです。こういう軽いものですとこう押してあげても戻ってしまいますので、やっぱりここに軽いものは重りを置いておく必要があります。その他こういったステンレスボトルですね、マグカップ、付録でもありましたけど、こういったものを、はい、置いておいてもいいですし、ただこういう真空断熱タイプですと外側から温めても中までいかないかなっていう感じなので、はい、まあ、こういった感じのこちらも付録でありましたけれども、まあ、真空断熱でないタイプのステンレスマグカップとかボトルを置いておくと、この外側のこのステンレスが温まってきますので、中の飲み物を保温してくれると思います。はい、あとはですね、こういうコーヒーの缶コーヒーですね、缶コーヒーの缶をこのように置いておくと、そのまま保温してくれるということになります。はい、ただ缶コーヒーはこの裏側がちょっとこうへこんでおりますので、一番熱くなるこの部分と接地しませんので、あまり効果ないかもしれませんね。はい、あとはこういった耐熱ガラスコップですね、これムック本でありましたけれども、こういったものも使えます。そんな感じでいろいろと置けるわけですけれども、一番使いやすいのはこういうちょっと大きめのマグカップにたっぷり飲み物を入れて重さが出てきますので、そうしますとこのボタンもパチッと自動で押されますので、でこう飲むときはまた切れて置くとまたこうなると、そんな感じで、まあ、こういったマグカップを使うのが一番使いやすいかなと思います。そして先ほども言いましたけど、ここ今この雑誌の画像では LED ライトが光ってるんですけど、保温中はこれはなぜか光ってくれないんですよね。これは不良品ですかね。押した瞬間一瞬だけピカッと青いランプがつくんですけど、まあ、ずっと置いていてもつかないという状態です。ランプはつきませんけれども、ここちゃんと熱くなってますので、はい、まあ、そのあたりはしっかりと保温できてます。はい、それでは今この状態なんですけれども、このマグカップに沸騰したお湯を入れまして、約30分くらいですね、30分ちょっと経っております。その間ずっとこの上で保温していた、まあ、その状態なんですけど、現在こちらのお湯の温度が 42.9 度となっております。こちらもダイムの付録でしたけどね、まあ、ちょっと触ってみますけれども、だいぶぬるくはなってますけれども、まあ、何もしてないよりはしっかりと保温してくれてるかと思います。はい、少しずつ下がってますけど 42.5 度、だいたい40度から45度を保温してキープしてくれるということになっております。でこの裏側をちょっと見てみますと、はい、まあ、ほんのり温かい感じになってますね。でこの部分は本当は火傷に注意というくらい熱くなっております。特にこの中心部分がより熱くなってますので、できればこの底の部分もこことぴったりと接地するようなへこみのないものを置いておくとより効果が出ると思います。はい、そして最後になりますけれども、使用上の注意点ですね、まあ、こちらに書いてありますのでいくつか紹介しておきます。本来の用途、飲み物を温める以外では使用しないでください。飲み物を温める以外では使用しないでください。そして先ほども紹介しましたけれども、使用可能な容器、これ以外のものは載せないでください。それ以外のものは載せないでください。はい、あと書いてありましたね、強化ガラス面に重さ 300g 程度目安としてのカップを乗せる必要がありますということですね。まあ、そうしないとこのポチッとこう作動しない場合があるということになります。あとは再三言ってますけれども、この表面はとっても熱くなりますので、触らないでください。とっても熱いので触らないでください。まあ、電源が切れた後もしばらくは熱いですから、まあ、そのあたりも十分に注意してください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまでダイム12月号の付録 USB カップウォーマー紹介してまいりました。カップウォーマー持ってない方はこの機会にぜひ使ってみてはいかがでしょうか。これから温かい飲み物飲む機会も増えると思いますので、とても便利なアイテムです。それでは最後に来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちらになります。携帯型スティック加湿器です。ご覧ください。加湿器の季節になりましたね。乾燥が気になる季節マストアイテムということで、容器の中、この容器の中にこう差し込んで、その水を強力ミストで噴射ということになります。数年前に加湿器のダイムの付録ありましたけれども、今回も登場ですね。でさらにこういったペットボトルですね、ペットボトルの大きさに合わせて2通りの長さで使えるこういったフィルターも長さ違いで入っているということです。加湿器はこういう簡易的なものをいろいろ売っていますからね、付録で手に入るのもいいかと思います。来月号は11月16日発売となっておりますので、来月も楽しみにしたいと思います。ということで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。